マイエグジット。はい、どうもご視聴ありがとうございます。マイエグジットということで、こちらのゲームは、ドット絵版の、8番出口ライクゲームとなっておりまして、この電車から今帰ってる最中で、異変があったら戻ってくださいねと、異変があったら降りてねみたいな感じの、ゲームとなってますが、イングリッシュだ、ノーイングリッシュ、インジャパニーズプリーズ。はい、ということで到着まで40分、進んでで、書いてあるね、異変が起きたら他の車両に移動してください、異変がなければ席に座ってくださいと。異変がなければ席に座ってくださいなのか。なるほどね、座るんだ。どういうこと、どうやって座るんだ。ああ、こういうことか。異変が、あ、分からん分からん分からん、今分からん。あ、で40分ね、40分経たなきゃダメなのか。ちょっと待って、一回やり直そう。異変がない姿をちゃんと見ないとダメだ。はい、改めてやりましょう。まず、なんだろう、どこ見たらいいんだろう。で、音も大事らしいんだよね、説明文見る限り。だから変な音が鳴ってたりするのかな。で、まあ、異変がなければ他の車両に移動してくださいで、なんか、やべえ、酔っ払いた時の普通の人の対応じゃん、これもう。あ、お母さん、お外がキラキラしてるよ。あ、俺が邪魔すぎる。お母さん、お外がキラキラしてるよって。静かにしなさい。はい、優先席に座ってんだね、こいつ。異変だな、こいつらは。あ、移動しちゃった、移動しちゃった。あ、で、戻ってきたのか、40分。失敗しちゃったよ、ということでね。で、端っこにはおばあちゃんが猫連れて、優先席のど真ん中に座って、床に置いたらという気持ちもなくはないですが、これは異変かもしれない。なんだ、お前、この野郎。異変あった？やっぱ。こいつ、異変あったから移動してんのかな。あ、これ異変だよね、この、明らかにこんなキモいポスターないはず。異変が、あ、何か少し変じゃない？みんな巻き込まれてんのか？そうなのか。で、はぁ、なんかため息ついてる。やっと帰れるよ、怒られるかな、みんななんか、買い物、思い思いに帰ってきてる。で、じゃあ、これは異変があったね。さっきのポスターが明らかに変だもんね。そういう場合は移動しろと。あ、やべえやついると。この車両にはやべえやつがいるから移動します。そしたら多分35分になるのかな。あ、違う、このポスターはそれはそれでいいのか。ん、あー、これは異変だね、間違いなく。鏡の残る、誰かが見てる。少し変じゃない、後ろで誰かが見てるもん。並走してる、誰かが。そういうこともあるかな、そういうこともありますかね。どう思います？私は移動しますわ。OKOK、 こういうことか。じゃあこのポスター正しいんだ。なんかお菓子大丈夫？他は大丈夫かな。ちょっとどこ見たらいいかわかんないな、こうなってくると。私が映んないのはそれはそれでいいんだよね。君は映ってるね、君は鏡に映ってる。まあ、分かりやすいところから潰してきゃいいんだけど、結果ずっとわかんないままみたいな異変が出てくんだよね。お母さんこんなはだけてたっけ。お母さんこんなはだけてた、上着のちょっと肩出していい感じにね、脱いで。こんなんだったっけ。わかんねえや。まあいいや、移動しない、異変は見当たらない。お母さんはあれぐらいだった、あれぐらいのはだけ方してた。よしよしよし、あれぐらいのはだけ方だよね。ねえ、あれぐらいのはだけ方で、ペリカンじゃないな、これ なんだ、わかんねえ。オウムかな、わかんない。移動してください。で、少年何持ってんの、バスケットボール持ってんの、どっからどこまで行ってたので、到着まで40分って長えな、私電車の移動距離すごい遠いの学校行ってる。でもその分一本道で行けるのはありがたいかもしれない。乗り換えが少ないのはいいことかもしれないね、おばあちゃん、そう思うよね。どうだろう、何もない気がするけど、今見た限り問題ない気がする。上に映ってるモニターも大丈夫そうだもんね。じゃあ異変なしと判断します。 OKOK 異変、いや、これは異変だよね、この黄色いのは異変だよね、分かりやすい異変だよね。残り25分だから夕暮れになったとかそういうわけじゃないよね。だとしてもちょっと照明が視認性が悪すぎる。移動しよう、あなたも移動してるし私も移動する。こうにゃーじゃなくセリフ変わったりするのかな、これにゃーがワンワンになってたり、それは異変じゃないな。にゃーにゃーだね。おばあちゃん猫泣いてますよ、ちょっと。で、スースー、お姉さんは左から右に向かって歩く、いつも通り。で、会社員さん、はあ、ため息ついてる。やっと帰れる、怒られるかな。何にもなさそうな気がするわよ私。じゃあお座りしましょう。
他なんか手すりが違ってたりする？あ、15分になってきた。この後クリアしちゃいますよ。このままあっさりと、あっさりクリアしちゃうよ。いいの？いいのかな。やっと帰れるよ。ああ、うーん、スースー、何もない。あれ、じゃあ特に何もこともなく、異変がないのが異変かもしれない。足音も普通だよね。ねえお母さん、静かにしなさい。外がキラキラしてるよ言ってたっけ、わかんねえ。でもまあ異変じゃないでしょ、外がキラキラしててもそれはそれでいいこと。手すりの数もおかしくない。シルバーシートの前は黄色い。じゃあ座る、お座りします。よし、10分、よしだけどクリアできちゃうよこのままだと。いいの？お外がキラキラ、静かにしなさい。映ってるものも普通。やっと帰れる。はあ、スースー、少し変じゃない、変じゃない。犬の鳴き声はしない。おばあちゃんイヤホンつけてる、もしかして有線のイヤホンつけてる。あ、違う違う違う、危ない危ない、何もない何もない何もない、危ない、俺が異変だった。はいはいはい、じゃあこれで残り5分、よし来た。異変がなさすぎる異変がない、静かにしなさい。お外がキラキラしてる、それはいいこと。異変が起こらないね、異変が起こらない。やっと帰れる。はあ、スースー、ん、盗撮魔がいる。お前お前この野郎、私撮ったな。めっちゃパチパチする。私そんな有名人？降りるよ降りるよ、降りちゃうよ、クリアしちゃうよあれ残り5分。え見て見て見て、みんな見て、私すごくない？見て、お母さん、子供に見せてみて、これどう思うって。じゃあ移動します。いや、え、あ、いや、どういうこと、どういうこと。不完全燃焼ではある、確かに。わあ、外出てる。不完全燃焼ではあるから別にいいんだけど、あれ、到着まで5分がずっと続くの、なんでこっから本番なの。40分からチュートリアルだった、さっきまで。じゃあ降り出るよ。残り5分だ。なんだろう、こういう異変もありましたみたいな感じで、あなたは出くわさなかったですけど、こういう異変も本当はあったんですよっていう、そんな感じ。え、はあはあはあ、やっと帰れるよ。異変があったら、異変はないけど静かにしました。何にもないね今度は。じゃあお座りしましょうか。私はここで座ります。着いた？着いた！着いてしまった。着いてしまったと言うべきかもしれないこれは。いいのかな？いいのかな？降りた？夕暮れが丘。私の住む町。なんとかが丘ってちょっとニュータウン感あるような。だいたいちょっとなんか嫌な名前ついてた時に、あー、未発見の異変残り33って出てきた。たっぷりある。じゃあちょっともう一回やるか。全部見つけろってこと？全部見つけようか、せっかくだし。あー、スースー、少し変じゃない。いや、同じ異変はダブんないようになってたりすんのかな、もしかして。これそういう説はある。静かにしなさい。じゃあ座ります。何もなかったよね。35分なってるから何もなかった。静かにしなさい。お外キラキラ。やっと帰れる。はあ、スースー、少し変じゃない。酔っ払いはいないし、にゃーにゃーがいるのも変じゃ変だけどな。じゃあ行くか、行こうか。大丈夫だよね、何もない何もない。じゃあ座りましょうか。まあ異変集めていくなら基本的にクリア目指すよりも車両移動を繰り返してる方が安定なんだろうけども。他はなんかセリフが変わったりみたいなのはないのかな。なさそう。このポスターが違ったりとかそういうのはあるかもしんないけど、でも何にもなさそうだよな。結構やっぱちゃんと異変だって分かるようなことばっかり起きてるからこれまでも。よしよしよし、異変が起こりづらいのかな。なんか異変
ああ、スースー、さっきから少し変じゃない？にゃー、何事もなく、何もないね。ああ、いや、ん、モニターは、モニターはいいのか。無慈悲な笑顔が流れてる。異変が起こらんね。お母さんがもうちょっとはだけてるみたいな異変はないの？やっと帰れる。はあ、スースー、少し変じゃない。ああ、猫が逃げ出してる。これはこれでいい世界なのかもしれない。こういう、あの、海外の電車とかに犬一緒に乗れるやつみたいな、あれいいよね。すごい羨ましいと思う。これぐらいの寛容さが欲しい。猫アレルギーの人ごめん。で、少し変じゃない。ああ、やっと帰れるよ。ああ、異変が一つ見つかった。外キラキラ、外キラキラ、何もないね。何もない気がする。なんかあった、なんかあったの。あ、かごめ、かごめ歌う子だってるよな。別に女の子の音漏れがあったって変じゃないよ。異変だな。ああ、暗い。いいね、エモいな、なんか。こんぐらい暗い電車いいな、なんか。すごい、乗りたい。なんか映画館みたいで素敵。おばあ、そう思わんか？何だったんだろう、さっき見逃したやつ。ダブんないのかな？ダブんないんだったらありがたいけどな。ああ。これはお前次第だろ、ここのアイコンは。私次第だよ、ここのアイコンどう出すかは。電車側の異変じゃないよ。少し変じゃない、やっと帰れるよ。チラチラチラ、うん、何にもなさそうだね。座るか。この子がこんな見てくるのは正常か。見てくんのか。今回も大丈夫そう。あれ、何だったんだ、何だったんだ。こう、わからん異変が出てくるとしんどいな。おお。足がブラブラしてるやん。片足脱げてる。これは異変だ。本当だったら両足靴開いてるはずなのに。おお、透けてる。この子は何者なの。この子自体が結構異変寄りじゃない。もうこの子に関する異変が起こりすぎてる。私も出るよ。異変であるこの子が出ていくってことは、じゃあここもう異変ないじゃん、こっちの車両。やべえ、やべえ、酔っ払いが横の車両行ったら残るだろう、お前は。こっちの車両に普通。よしよしよし。あ、ここから出られない。出れます。全部見つけたらなんかあんのかな。なんか、なんかありそうな気もするよな。うん、大丈夫そうだね。よしよしよし。ん、さっきなんで残り5分がずっと続いたんだろう。あれはあれで異変だよな。違うか、残り5分になって車両移動しなかったらクリアなのか。そのタイミングで異変が連発したから全然進まないみたいに見えたのかな。夕暮れが丘、それはそれで怖えんだよな。夕暮れが丘っていう名前が怖い。ん？来なくね？
あいつ来なくね？あいつ来ないのは異変なのか。もういいじゃん別に。あれ？見逃しただけか。ああいいの？あんたたちは怖すぎるでしょ。一番怖いかもしんない、リアルで。見間違いかなじゃないもん、実際に割れてるもん。この電車の不備大丈夫って、点検大丈夫って。何にもなさそうだね。外の背景違う？なんか山じゃない？ここいつもビル街だった気すんだけど。お外キラキラしてるようで、それは時間的なもんなのかな。これわかんないな。なんかこんな山だったっけ。まあ いや移動しよう。移動した方がお得だし、いや異変を探すという観点で考えると、あやっぱそうだよね、やっぱそうだよね。こんな山あい走ってなかったよね。あ開いてる開いてるのはいいんだけど、この白いの何、いやなんか柵みたいなやつか。よしよし、おお私だ。私じゃん。待って待って、私私だったよ。あやっぱそうか、5分の段階で移動したらクリアにはなんないのか。音が鳴ってないね。これは無音の電車、私がノイキャンイヤホンしてるせいだ。次がパチパチしてる、こんなもんか。よしよしよし。ん？あ、夕暮れが丘で人身事故って書いてあるな。上、夕暮れが丘駅で人身事故、運転見合わせって書いてある。もともとそうだったっけ？じゃあ人身事故があったの？私の最寄り駅は。だよね。これ、異変じゃないよね。異変ではない。夕暮れが丘駅で人身事故は多分書いてあった気がする。あれ、すれ違う人来た？わかんねえけど、残ろう。ああ。やっぱ夕暮れが丘駅で運転見合わせって書いてあるな。あのすれ、こいつが一番厄介かもな。うん、なんかあった、今。こいつ関係の異変があると、見逃したら終わりだからな。おう！おい、この窓ばっかりじゃねえかよ。この窓いろいろ起こりすぎだろおい、ここでぶつかったでしょ、人身事故絶対。この窓で呪われてるよ、あの窓。私が映んないのは意味あんのかな。私がこの窓に映ってないのな、気な臭くない？私自身が異変じゃないの？異変じゃない、あなた。もしかして何もなさそう。ああ持ってる、ゆっくりしていってね、思ってる。大丈夫そうだね。うわー、なんか見逃した。何だったんだ。大丈夫っそ。また？あ、同じやつかな。ちょっと難解なやつが残ってきてる気はするな。今回も大丈夫そうに見えんだけどな。ああ、そうまん？あ、手すりの色違うなこれ。手すりじゃなくて上のつり革、こっち緑色だったでしょう。これか、多分連続して残り、なんだろう、残り個数何個とかで起こりやすい異変が決まってる気がするから。やっぱそうだよね、そうだよね。うわー結構細かいやつ出たね今の。他のもそうだったんかな、さっき何回かミスったのも。
うん、なんもなさそう。でさっきから変じゃないって言って目を追ってんのこの子だけなんだよね。やっぱりちょっと霊感強い子なんじゃない。他の人たちは私のこと目で追わないもん。こんなに可愛いんだからみんな目で追うはずなのに何も起こらない。ああ、いや、さっきのあ派生系やんか消えるシーンがあるだけやんか。じゃあ移動しよう。いいな、やっぱり暗い電車っていいな、なんかテンション上がるわ。お母さんのあって小さかったっけいや、さすがに細かすぎるでしょそこだったら。うん、大丈夫大丈夫。もしかして本当に。いや、さすがに。いや、そうだよね。じゃあ別のところか。なんか見逃したか。お母さんのこのタイツが生足に変わってたか、もしかして。うん、また何もない。また何もないが続いてんな。映る姿も普通だし、モニターも大丈夫そう。あー、この反射してるとこも大丈夫そうだし、うん、大丈夫そうだね。絶対私幽霊だわこれ。何か見逃してた。どこだ。おおこっち見んな、こっち見んな。あー、ずっとこっちだと分かんないの。まあでもそんなことはないか、最後ひっくり返るもんねサザエさんみたいになったけど。問題はなさそうですが。ねえ、なんだ、何を見逃してんだ俺。みんな集まってたけど何かあったの。何もないわよ。何、セリフが違う。みんな違ったりする。嫌なとこ見ちゃったな。まだまだ未来があっただろうに。はあ、やっぱこれ人身事故のやつだよね。そうなんだ。あれって同じ学校だったらしいよ。同じ制服着てるね。いや、猫は変わらずのんきなやつだぜ本当に。じゃあ移動しようか。でもこれ逆だよねこれ。その目的地、事故が起こった駅に向かうやつじゃなくって、事故が起きた駅から発車した電車みたいな、みんな口ぶりだよね。でも私が向かってるのは事故が起こった駅なんだよな。だから向きが逆になってるっていうことか。そういうこと？わかりませんけど。でもなんかやっぱそうだ、私は死んでるよ。こんだけ長くこの電車にいたら分かってきちゃう。些細なことが見えてくる。些細な違和感が。お外がキラキラしてるよ。それは私の命の灯火です。まあ、いいかな。やっと帰れるよっていうのもそういうことなんかな。待たされちゃったのかな。人身事故で。まあでもそう、ああ全部赤い、ここが開くって分かりやすい。違う、何したらいいかが分かんなくなってた異変が起きたらどうすればいいんですっけって。異変が起こった際のマニュアルが。残り13個。何、やっぱこっちの扉だななんだよこれ、どういうこと。飛び降りようとしてる電車。なんか意味がありそうだよね。お外がキラキラしてるよ。そっちじゃない、お前だろこれ書いたの。もうこの場所お前じゃん。もうここにこの窓にも書こうってしてる。なんだ、会社員たちが行ってこう歩いてて、どういうこと。なんか意味はありそうだけど。逆。にゃあ、さっきから少し変じゃない。やっと帰れるよ、やっと帰れる、やっと帰…あ、いない、長っ。電車が1両長い、だよね、1両長いよね満員電車でもちょっと座れる席多くていいね。じゃあ移動しましょう。いいね、じゃんじゃん発動していくのはいいことよ。異変が
異変だらけ、異変だらけ、さっきから少し変じゃない、やっと帰れるよ。その釣り革とかさ、外の背景とかさ、ちゃんと比較しないと分かんない異変が来られるとやっぱりちょっとしんどいよね。明らかに異変だって、ホラーだって分かるのがいいんだけど、何だったんだろうなホバーしとるやんホバーしとるスーッてスーッて動いてる移動多分のドットで作るの面倒だったんかなあいつのそんな感じになってる。大丈夫そうだけどな。これが逆になってたりする、異変があれば他の車両に移動してください、異変がなければ座ってくださいって。まあ何にもなさそうだし座るか。うん、オッケー。静かにしなさい。靴がなんかなかったりしないかな。やっと帰れるよ、少し変じゃない、にゃー。ん、なんか落とした、カチッ。あ、嫌なおばあさんだった。すごい嫌なおばあさんだ。これは異変か嫌なおばあさんがいるから、じゃあちょっと別の車両行こう。嫌なおばあさんだったな。大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そう。うん、オッケー。うん、また大丈夫そうだね。色も一緒だし、地味なところが変わってたりすると怖いけどな。まあ大丈夫そう。 OK。 また大丈夫そうだね。私がどんどんその状態に近づいてってるじゃん。異変、少し変、ちょうど実際こうなんだろうなって感じするわ。なんかめっちゃ見てる。あー、透けてても見てる。お前はやっぱ気づいてる。あと 8?7? ん？なんかキモい動きしてる。すごいキモい動きしてる。なんなんこれ、わかんないと思うけど、そのホバーすんだよ。なんかムカつく動き方する。ボタンを押して離してんだけど、今スーッとちょっと動く。しかもダッシュもなんかぬるっと動く。ムカつくゲームの氷ステージみたいな動き方してる。ゲームの一番嫌、一番こういうの嫌い。 OK。残り7でしょ。そろそろなんか見逃し続けてる異変があるんだよな。多分大丈夫だと思う。まあそういうやばいやつは最後に残すでもいいからね。分かりやすいのから潰していきたい。うん、すげえ手後ろに振ってるけど、こんなもんだったっけ、分からん。さっきから少し変じゃない、大丈夫そう、大丈夫そう。最後移動する瞬間だけ何かするとかあったりする？そういうのやめてね。また大丈夫そうだね。いやーつって、私の体も綺麗だし、うん、いいでしょう。なんだなんだなんだよ、なんだ、神棚の上とか。これが4本あるけど、こっち3本とか、3本、3本ちゃ3本、こっちは4本、優先席が4本で普通のところは3本なのか。それが正しいのかどうかは分からんけど、今はそう。
そこまたそうなんだけど、同じ異変を2連続で引いたという可能性もなきにしもあらずだが、まあ座ろうか。うん、そこじゃねえか、上のモニターか。うん、大丈夫そうに見えるけどな。うん、こんなとこ棒あった？え、こんなとこ棒なかったくない？ここのこの窓に。さすがないでしょ。いや、これは異変、これは異変、これは異変とみなします。だよね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 。え、違う、ちょっと待って、じゃあ何だったの今の異変、何だったんだ。知らない異変を1個クリアしてしまった。誰か教えて。一生わかんない、あの異変は多分。え、何だったの。移動しようか、移動しようか。何もないよね。もうわかんない異変がある、わかんない異変があるよ。何なの私の異変は。わー、ありがてー、キープアウト。やっぱこっちの扉ばっかだよな。何があったの。まあまあ、ここにぶつかったってこと。人身事故でこの扉ってあんまり聞かないけどな。なんかこの扉が、この扉が悪いんかってならんけどな。明らかに何かを 見失ってる。うーん、また何もなさそうだ。何だったんだ、何だったんだ、お前は誰だ。なんか言ってる。そのお母さんかな。慌ててその女の子を抱き寄せていて、サラリーマンのお兄さんの疲れた顔が一瞬で変わって、ボールを持った男の子を持っていたボールを落としていて、この手制服の子が笑って話していたけど、それがピタッと止まって、おばあちゃんは誰か大きな声で呼んでいて、電車を待ちきれない私はそのまま消えて、夕日に染まった私が電車を待っていて、小さな女の子が私を指さしていて、そのお母さんかな、慌ててその女の子を抱き寄せていて、サラリーマンのお兄さんの疲れた顔が一瞬で変わって、ボールを持った男の子は持っていたボールを落としていて、同じ制服の子が笑って話していたけど、それがピタッと止まって、おばあちゃんは誰かを大きな声で呼んでいて、電車を待ちきれない私はそのまま消えて、なんか言うてるな。これ私のことか。でもまあ出よう。だ、私が飛び込んだ瞬間、飛び込んだのか落ちたのか分かんないけど、その瞬間のことを言ってそうだったよな。でもこの人の話はしてなかったな。おばあ、登場人物にサラリーマンとか子供とかボールを持ってた子供とか出てたけど、さっきの女の子の話だけはしてなかった。なんかちらって、ああ、うん、なんもない気はすんだけどな。うーん、なんか見落としてんだよな、ずっと見落としてる。なんだ？上のモニターか。上のモニターそんなにチェックしてないな、正直。1枚だけ違うのが映ってるとか。え、そんなずっと見てないとダメなことある？なんもない気がすんだけどな。もう残り4とか多分同じのずっとミスりまくってるんだよね。どこだ、どこだ。多分2連続はない。2連続はあった。3連続はない。1回リセットしよう。うわー、もうダメだ。連続異変はないだろうっていう、ちょっと1回リセット。オカルト理論だけど、異変なしを経験してからの方がより異変が出やすいんじゃないかという。
異変がある前提で考えよう。もうでも見当たらないんだよな。なんか足跡多くない？気のせいかな、足音が多い気がする。なんか一回足音多くない？違うかな、違う？いや分かんない。でもちょっとこれだと思ってみるか。違うか。ん？このサラリーマンも私のこと見てる。こう普段見てなかったはず。これは自信あるよ。サラリーマンにも私は見られてる。だよねだよねだよね、今のそうだよね。見てないよね、そうだよね。じゃあ他の人も私見てくる可能性あんのか。こんなに上のモニターで無慈悲な笑顔しか流れてなかったっけ。ずっと無慈悲な笑顔なんだけど。これは異変か。こんなフル尺で無慈悲な笑顔のなんかクライマックスの辺り流れてたっけ。うん、今夜こんなフル尺で流れてない。さすがに。そもそもこれは無慈悲な笑顔なのか。違うよな。なんか知らない、知らないの流れて、知らないゲームが流れてる。マジで知らないゲームが流れてる。誰の何のゲームだ。出ていくぞ私は。こんなソシャゲみたいなの流れてなかっただろ。ニュースか、無慈悲な笑顔だったんだ。嘘ちゃうの。じゃあもう分かんないよ。ああ今度はこの子が追ってない目で私を。いや追ってる。うん、なんだ、目を合わせたら目そらすのかこれ。あれそんな仕様なのこれ、わかんないな。ちょっともう一回試すか。ああそれは仕様なんだ。目合わせたらん、あー反らしてくんのか。この車両際のこの白黒の比率ってこんなもんだっけ。1個分かったわ。ここが赤くなってたさっき。ってことはちょっとそれが出るまで1個潰しに行こう。でも他の異変のこと考えると今のうちのがいいのか。いやこういうポスターだな、ポスターあんま見てなかった正直。うわって書いてあって白いのとなんかよくわからんで羊、牛のマークだな。右に下が牛のマークで右側が、黒い牛のマーク。ここら辺だな。ちょっと俺が怪しいと踏んでるのは。いやそうですか。牛のマーク、うわって書いてあってで、うん、ここ赤くない。次どこだろうな。この見てくる範囲が意外と違ったりする。ここライン、ここのラインまでなんだよね。ここのラインまでだと見てくると、このこの手すりのライン、手すりライン、サラリーマンラインまで、この子は見てくると。ペリカンもなんかある？ペリカンでもなんかあんまなさそうなんだよな。黄色、黒、白、黄色、緑。あ、来た来た。この赤いやつね。青、緑、黄色で赤いやつになってる、この文字が。よし、一つ潰した。あとだな。まあでもここまで来るともう異変が起こったっていうことは、ほぼなんだろう、二択になってくるから、ちょっとそういうの巻き戻してみるか。さっ、こんなに鼻高かったかなお前。
ゴールしちゃいそう。残り2個だけど。ああ違ったか。今の見返してたけど、多分見てこなかったか、この子が。ちゃんとチェックできてたわけじゃないけど、見てきてなかった気がする。あ、待て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 、ちょっと待って、何回収したの、何回収したの、多分最後1個そうでしょ、何回収したの、もう。一番気持ち悪いやつじゃん。違う、あれ残り1個でしょ、残り1個で、多分あの女の子が、でも見てきて、あれじゃあ違うの、そもそもそれも違うってこと、なんだよ。じゃあそうか、この動きすると目線で追ってこなくなるのか、結果的に。だからそう思ったけどっていうこと。あ、映ってない、女の子が、女の子が映ってない。結構俺これ見てたつもりだったんだけど、見逃してた。これは分かりやすいはずだけど、結構チェックしてたはずなんだけど。じゃあ俺見逃したやつなんだ、残り2つ。まあいいや、もう、よし、全ての異変をクリアしたらどうなる。見逃したやつあるけどな、どうしたらいいんだ。最後の異変は駅に到着時あなたの前に現れる。やった。じゃああとはもう異変は起こらないということで、あなたの前というか俺だろ絶対。これだけやって異変クリアおめでとうだけパッパラパーって、あの桃鉄でゴールした時みたいなおめでとう。はそれはそれとして異変はあるってこと、どういうこと今。もう起こらないんだろうと思ってたんだけど、それはそれとして異変はあるよってこと。はえ、なんもないよね。まあ初回プレイと同じ感じでやればいいわけだから、全部また発生するようになってるだけだったら、まあ、チェックポイントは分かってるし、別にそんなに苦労することもないだろうとは思うんだけど。異変が起こらないわけではないの。いやでもなんか異変起こってなさそうだけどね。え、起こってる。あ、ここから出られない。あー、いやそれが異変だわ。あー、だからもう一回異変は起こるんだ。え、でもさっきのとか何なんだろう。起こらないもんだと思ってちょっとざっくりしかチェックしてなかったけど、でも異変はなさそうだけどな。ああ分かりやすい、そうそうそう、懐かしの異変たちが、そういう異変が起こるよってことだよね多分。異変はなさそう。うん、オッケーオッケー。静かにしなさい。やっと帰れる。鏡にも映ってるから、じゃあ異変はないよね。こんな分かりづらい異変ばっかりだったかな。同じ異変なら別にクリアできると思うんだけど。静かにしなさい、キラキラしてる。なんかこの靴とか変わるかなとか思ってたんだけど、そういうこともなかったな。うん、異変はないよね。うん、あー分かりやすい分かりやすい異変だ。じゃああと1個最後の異変だな。
る異変はなさそうだけどな。じゃあこれでよし到着。なんか何見逃してたんだろう。結局見つけきれてない異変はあるからな正直。最後の異変さあ、夕暮れが丘駅へ、私のホームタウン。私この家駅大好き。駅前のパン屋が美味しいから。あー悲しい BGM だ、悲しい BGM だ。どうなんの角うさぎの家って、もう悲しい制作者名だ。飛び込み事故っぽいよな。でもつり革が、あれ釣り革が優先席仕様じゃない。いやここ優先席じゃない、全員降りたからか。ああここが、そうか、そうか、だから色はいいのか。だからこの左の窓がよく異変が起こってた怖い扉だよね。ここの扉、今マウスカーソルがあるあたりの。ああ、お花が、じゃ、え、そんだけそのお花だけ添えられてるにしてもよ。お花は添えられてるけど、花言葉は、異変が起きたら他の車両に移動してください。あの花言葉は。ああああいつ乗り遅れたぞ。まあでも、まあそういうことだよな。ほぼ全ての異変を見つけました。お足元に気をつけてお帰りください。この子がお足元に気をつけなかったからこうなったんだよ、知らんけど。だからやっぱ最初、さっき流れた歌が一番、違うか、ボソボソが一番ヒントだよな。そうなると結局見逃したあいつは何だったんだ。あれ、車両を越えてくるやついなくない？あの歩いてくる人、また歩いてる人をただただ見逃しただけが。ああ、嫌なおばあちゃんだ。ああ、赤いやつだ。はい、ということでマイエグジットでございました。不完全燃焼なところはある、見逃したやつ。何かもしモニター、ここモニターがおかしかったよとかあったら、モニターに異変なるのはちょっともうしんどすぎるよな正直、こんな移り変わるもんで。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。